解説していきましょう。2番ですね、三角関数の問題で問題が長いんだが難しくはない。長いってことはね、誘導が丁寧についてると解釈してあげましょう。しっかりと読み込んでいけばそんなにね難しくはないんですが、やっぱりね長さはあるので時間はかかるのかなと思います。まあ10分以内ぐらいで終わっていけばいいのかなと思いますけどね。やっていきましょう。座標平面上の原点を中心とする半径1の円周上に3点 PQ、R がありますと。ただし角度の順番この順番になってますからね。この時 S と T をこのように定めるみたいなことを言っていて、括弧の1番 PQR、 三角形 PQR が正三角形や二等辺三角形の時の ST について考察をしていきましょうということで、まずは、三角形 PQR が正三角形である場合を考えていくわけですね。単位円を考えて、まず PQR っていうのがどこにあるのかっていうのを捉えていかなきゃいけないんだけど、これさ3点ともコサインシータサインシータ、コサインアルファサインアルファ、コサインベーラサインベーラっていうふうになってるわけですから、全部単位円周上にこれ乗っかっている点なわけですよね。 OK ですか。で、正三角形をちょっとイメージしてほしいんだけれども、どんな感じの正三角形になるのかっていうと、まあ多分こんな感じで、角度の順番がどうなってるのかっていうと PQR で、要は P の変角、この X 軸となす角が今シーターだっていうふうに与えられてるわけじゃないですか。こいつがシーターですね。コサインシーター、サインシーターですから、これがまずシーターになると。で、同じように Q っていう角度がアルファですよね。アルファですから、こっからここがアルファになってるわけですよ。Q がコサインアルファサインアルファですね。ちょっと書かないけどね。で、 R っていうのがあって、この R がまあこっからここまでのこういう角度ですよね。これがベラーっていうふうになってるわけです。ということなので、これが正三角形になる時ってイメージこういう状態が今成り立ってるわけですよね。いいですか。ここをまずはねしっかりと押さえておいてほしかったかなと思います。ここがアルファ、ここがよいしょベラーこうですね。さあ、そうするとこの場合アルファベーラーをシーターで表すとどうなりますかって話ですけれども、一応ねこれもう念のため確認しますが、シーターっていうのが0よりも0以上になっていて、アルファとベータと 2π に大小関係がついているわけだから、必ずこの順番にしか点は並ばないわけですよ。そうすると今正三角形になっているということはどういうことが言えるのか。交互原点を O とすれば、各 POQ っていうのはこれ絶対120度、3分の 2π ですよね。Okay。 ですからアルファっていうのはどういうふうになりますかっていうと、アルファはこのシーターに対して120度3分の 2π 足しただけですよね。だからアルファはシータープラス3分の 2π っていうふうに表すことができます。これがまず C に入るものですね。じゃあベータはどういうふうになるのかっていうと、ベータはさらにこのアルファ Q のこの状態からさらに3分の 2π 進んだところにあるわけです。シーター基準で考えれば240度3分の 4π 進んでるわけですから、シーターに対して3分の 4π をプラスしてあげればいいので、スに入るのが4というふうになるわけですね。よって加法定理によりどういうことが言えるのかっていうと、コサインのアルファ、まあ、ここですよね、コサインアルファ、ちょっとね字が小さくて見づらいと思うんですが、そんなに重要ではないので気にしないでください。コサインベータ、サインベータと、こういうふうになってるわけですね。そうするとこの、コサインアルファどうなりますかって話だけど、コサインアルファはコサインシータープラス3分の 2π というふうに考えればいいわけですから、加法定理で変形できるよねって言ってるわけです。こっち行きましょう。ということで、コサインアルファはどうなりますか。コサインのシータープラス3分の 2π なので、こいつを加法定理で変形していくと、コサイン、コサインで間気をつけてね、マイナスですよ、マイナス、サイン、サインだと、コスモス、コスモス、サイタ、サイタ、小林、小林、サチコ、サチコですね。さあ、そうするとコサイン3分の 2π って値はいくつですか。マイナス2分の1です。マイナス2分の1倍のコサインシータ、サイン3分の 2π、 これは2分のルート3ですから、マイナス2分のルート3、サインシータ、こういうふうになるわけですね。じゃあこれに当てはまるような回答ってどれですかって話なんですけど、何番ですか、何番ですか。7番ですね。マイナス2分のルート3サインシータ、マイナス2分の1コサインシータって言ってますので、7番が正解ですね。続いてサインアルファですか。サインのアルファの方、こっちはどうなってるのか。これも同じで、アルファはシータープラス3分の 2π になってますので、加法定理で変形しましょう。サインコス
ここプラスね、コサイン、失礼、コサイン、サインですね。こういうふうになるわけです。ということで、ここで計算をしていけばいいわけですから、コサイン3分の 2π、マイナス2分の1ですね。サイン3分の 2π、プラス2分のルート3でしたね。ということで、これになっている選択肢を選べばいいわけですから、4番ですね。4番です。ということで、7、4っていうふうになるわけですね。あ、僕の誕生日だ。はい、ということで、整数はおしまいであると。同様に、コサインベラー及びサインベラーをサインシータとコサインシータを用いて表すことができる、これらのことから S イコール T イコール Do なりますかっていうふうに言ってるわけですね。さあ、見ていきましょう。S と T ってそもそも何だったのかっていうと、S っていうのが、コサインシータプラスサインシータ、あ、失礼、コサインシータプラスコサインアルファプラスコサインベータで、T っていうのがサインシータプラスサインアルファプラスサインベータなわけです。ということで、この S とか T がどうなりますかっていうふうに言ってるんだけれども、どうやらね、 S と T の値は同じになるみたいですね。だから S だけ求めてあげればいいわけですよ。 S って何ですかって考えていくと、コサインシータプラスコサインアルファプラスコサインベータなわけですから、こっちいきますよ。今ここまで求めたわけですよね、コサインアルファまでよね。ということはコサインベータを加法定理で求めることができれば、あとはね、コサインシータとコサインアルファ、こいつですよね、と、コサインベータを足せばいいだけなので、まあ、意外とスムーズに済むのかなと思います。一応そういうふうに回答を考えていくとどうなるのかっていうと、コサインのベータ、これはここのね、コサインシータープラス3分の 2π のこの3分の 2π が3分の 4π に変わったものですから、ここを3分の 4π、 ここを3分の 4π で考えていけばいいと。そうするとどういうふうになるのか、マイナス2分の1コサインシータは変わりませんが、ここの部分ですね、3分の 4π、 サイン3分の 4π はマイナス2分のルート3になりますから、マイナスマイナスでプラスの2分のルート3サインシータになるわけですね。ということで S の値はどうなりますか、コサインシータープラスコサインアルファプラスコサインベータですけど、コサインアルファとコサインベータを足したものってどうなるのか、ここの部分とここの部分を足したらどうなります、バサバサ消えてここでマイナスコサインシータが生まれると。ということで、コサインシータマイナスコサインシータになるわけだから、S は0っていうふうになるわけですね。で、計算をしていないけど、どうやら S イコール T イコールタって言ってるわけですから、T も0になるんでしょうね。ということで、0だっていうふうに決まるわけです。OK ですか？ただ、ただ、これね、計算いらないんですよ。やっぱりね、こういったところでね、計算を、省略するというか、スキップできる、視点っていうのを持ってほしかったのね。そもそも論に戻りましょう。S ってこれ何？ T って何？これってここの X 座標、ここの X 座標、ここの X 座標を足しなさいって言ってるんですよね。いいですか？足したらどうなると思います？正三角形ですよ。正三角形ですよ。正三角形、重心をちょっと考えてほしいんですけれども、正三角形の重心ってどういうふうに表されますか？P の X 座標、Q の X 座標、R の X 座標を足して割る3っていうふうにするわけですよね。割る3をしましょうと。X 座標ね。コサインシータプラスコサインアルファプラスコサインベータ。で、まあこれも足して、こういうふうに X 座標出てくるわけじゃないですか。ね。で、そうすると、この正三角形の重心って絶対に原点でしょ。だよね。原点を中心とする半径1の円を描いていて、この中に正三角形を描いてるわけですよ。ってことは重心の位置っていうのはこの原点と一致するわけです。すなわちこいつは絶対0になるわけですよ。ってことは3分のここの部分が0になるってことは分子絶対0ですよね。これがまさに S だったわけですよ。いいですか？つまりこの三角形 PQR の重心を G としたならば、 G が3分の S と3分の T で表されてたわけです。で、これは原点と一致していたで、0と0になるんだから、S と T はもう最初から0だと分かってたのね。だから計算実はいらないんですよ。これ見た瞬間に、あ、S って、三角形の、この頂点の X 座標全部足したやつやんけと。ね、T っていうのも Y 座標全部足したやつやんけと。
あ、そもそも足して割る3っていうようになったら重心になるんだけど、重心は原点と一致するなと。だからもう最初から S と T ってゼロやんねっていうふうにこれ気づいてたものなのね。だから計算がなくても実はできてて欲しかったんだけれども、まあ、多分ねこの誘導がついたのは、そこの部分に気づかない人もおそらくいるだろうってことで、優しさとしてね計算すればほら出るよねっていうことをやってたんじゃないのかなと思うんですよね。なので本来この他っていうのを出すにはこの流れでいくと計算が2分ぐらいプラスされるのかと思うんですけれども、気づいてる人にとっては短縮できるところだったんじゃないのかなと思います。 OK ですかね。はい、ということで次に考察の2に参りますが、一旦ちょっと黒板をきれいにしてから行きましょう。さあ続いてですね、考察の2行きましょう。三角形 PQR が PQ イコール PR となる二等辺三角形である場合を考えてみましょうと。まあ、二等辺三角形の作り方いっぱいあるとは思うんですけれども、例えばっていうところで点 P が直線 Y イコール X 上にあり、点 QR が Y イコール X に関して対称であるような、そんな二等辺三角形で考えていこうと。まあ、なのでまた同じように単位円を書いて PQR の位置っていうのを探していくわけなんですが、さらに追加情報として直線 Y イコール X っていうのも考えると、こういう状態で P っていうのがこの直線上に乗っかっているよって言ってるわけですね。で当然 P っていうのは、単位円周上にある点なわけですから、もうここに P を限定するからねって言ってるわけです。この上で Q と R っていうのがちょうどこの直線に関して対称となるように取ってくれたから、まあ、ちょっとねこれに直交する直線を取ってあげれば、こんな感じで Q とか R が来ないといけないよねって言ってるわけね。この辺でもいいよ、 Q とか R が来ないといけないよねみたいなことを考えてるわけです。でなんだけれども、もうちょっと条件があるみたいですね。対称である時を考える、この時 θ イコール4分の π であると。要はこの P の座標ってコサイン θ、サインシータだったと思うんだけれども、今ちょうどそのシータっていうのがここ Y イコール X っていうのが X 軸となす角が4分の π なわけですから、当然ここ P はコサイン4分の π、 サイン4分の π で表されるはずですよね。その上で α は4分の 5π より小さくって、 better は4分の 5π より大きい場合を考えますとね。まあ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 、これに関して対称となるように二等辺三角形作っていくわけなんだけど、4分の 5π ってここからスタートしてここのことを言ってるわけね。ここの角度ね、ここの角度ね、OK、要は Q っていう角度、あ、例えば点 Q っていうのを、この辺にもし仮に取ってしまうと α っていう角度がここからここになってしまうわけですよ。こうならないようにしてくれって言ってるわけね。4分の 5π、 ここの角度を超えないように、Q の変革 α っていうのを決めてくださいって言ってるわけだから、 Q は絶対こっからここの範囲に置かなきゃいけないよって言ってるわけね。だから適当にどうかこの辺に Q とかっていうのを置いて、ここを α と考えてあげましょう。 OK、 さっきと同じような色でいいよいしょ、ここを α にしておきましょうと。でそうすると R っていうのはどこにあるのかっていうと、 R は Y イコール X っていうこの直線に対して、Q と線対称になってるわけですから、どっかこの辺に来るわけですよね。この辺かな、はい、この辺に R っていうのが来るわけです。 OK、ですから β っていう変革はいいよ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 、これですね。これがベータというふうになっているわけです。 OK ですか。さあ、ということでこういう状況で三角形 PQR 今考えていますよ。Q と R の座標に関してサインベータイコールコサインアルファで、コサインベータイコールサインアルファが成り立っていますよねと。何を言ってるのかっていうと、要は Q と R っていうのを見ていたときに、ここの座標が、コサインのベータ、サインのベータで、Q の座標っていうのが入るかな、コサインアルファ、サインアルファになっていると。で、Y イコール X に関して線対称になっているわけだから、ちょうどこの X 座標、Y 座標が入れ替わったものがこいつになっているはずじゃないですか。これ大丈夫ですかね。ここに点 PQ っていうものがあって、これを Y イコール X について対称移動した点って X 座標と Y 座標が入れ替わるだけですからね。 OK、 そりゃそうだよね。 P 行って Q 上がるっていうところが、こっちに P 行って Q 行くっていうふうなものと同じになるわけですから、 X 座標と Y 座標入れ替わるだけなのよ。ですからどういうことが言えるのかっていうと、このコサインアルファとサインベータが一致するし、
サインアルファとコサインベータが一致するよねって言ってるわけね。それがここに書いてある内容です。サインベータイコールコサインアルファ、よいしょ。で、コサインベータイコール、サインアルファ、かなり立つ。よって S イコール T イコールどうなりますかって話ですけれども、まあ、S だけで見ておくと S はコサインシータ、プラス、サイン、あ、失礼、コサインアルファプラス、コサインベータだったはずですよね。そのコサインベータっていうのが、コサインベータっていうのがサインアルファになりましたよって言ってるわけだから、S はコサインシータプラスコサインアルファプラスサインアルファです。今ここは4分の π だったはずですよね。4分の π だったはずですよね。ですからここの部分がどうなるのかっていうと、2分のルート2プラスルート2分の1でしたっけ、2分のルート2プラス、サインアルファプラスコサインアルファで表せるよねって言ってるわけね。Okay、で t も同じで t 一応書きますけれども、これもサイン4分の π、プラスサインアルファ、プラスサインベータだったんだけど、サインベータっていうのがコサインアルファに変わるんでしょ。サインベータがコサインアルファに変わるわけですよね。で、サイン4分の π っていうのも2分のルートになりますから、確かに上下式が一致しますよねっていう流れなわけです。 t2 が2 2 2っていうのが入ります。ここで三角関数の合成によりってことで、ちょっとここの部分見ていきますが、合成するとどうなるのか、ここの部分合成できますよね。はい、合成するとどうなるのかっていうと、こっち行きましょうか、サインアルファプラスコサインアルファの合成です。第一日程の方でもね、合成が話題になってましたけれども、単純にパッと合成するだけであるならば、何も難しくはなくって、サインアルファの係数1、コサインアルファの係数1を取って11っていう点を考えると、この長さと変角4分の π を見てあげればいいわけですから、こいつはルート2、サインのアルファか、アルファプラス4分の π というふうになるわけですね。第一日程の方はね、コサイン合成になってましたけど、今回サイン合成でいいわけですね。はい、ということでこれになりますから、テーとトーがここになる、テーとですね。はい、したがってアルファイコールホニャララ、ベータイコールホニャララになりますよね。この時 S イコール T イコールなんとかですよっていうふうに言ってるわけです。さあ、確認していきましょうかね。一旦左側に戻りましょう。さあ問題ね、ちょっと続きを読んでいくと、ここの合成までやりました、抵等の部分で終わって、したがってアルファイコールホニャララ、ベータイコールホニャララの時 S イコール T イコール0ですよと。要は S だけ見ていけばとりあえずいいんだけれども、 S が0になるのはどういう時ですかっていうふうに言ってるわけね。で、今ここの部分変形し終わったわけですよ、2分のルート2プラス、ルート2サインアルファプラス4分の π というふうになっているので、これが0になるときってどういうときですかって言ってるわけね。どんなときに S が0になりますかって言ってるわけです。こっち戻りましょうか。ということで、S イコール0となるのは、2分のルート2プラスルート2サインカッコアルファプラス4分の π イコール0のときですよね。OK。で、そうすると結局はこれ足し算してイコール0になるってことは、こいつがマイナス2分の1になればいいってことですよね。Okay、 はい、ということで、この時、サインカッコアルファプラス4分の π が、マイナス2分の1になればいいと。Okay、ということはアルファプラス4分の π の値っていうのは、サインがマイナス2分の1っていうのはこの瞬間ですから、6分の 7π か6分の 11π ですからね。Okay、6分の 7π。もしくは6分の 11π の時だったわけです。ということで、これを考えてあげればおしまいで、アルファプラス4分の π が6分の 7π になるとき、4分の π を移行しましょう。12分の21、失礼、14か。12分の14マイナス12分の3ですか、12分の 11π ですかね。これ4分の 5π 未満になっているので、アルファはこれでしょうねと。もう一個こっちを計算するとどうなるのかっていうと、まあ、12分の 22-3 が 19π になるんだよね。12分の 19π ってなるんだけど、こっちは違うわけよ、ね。こっちは何かっていうと、こっちは β の方ですね。
ベータの方がこっちで出てくるので、ヌーネーに入るのが19というふうになるわけです。ということで、この時は S イコール T イコール0になりますからねってことが確認できますよねって話ですね。はい。ということなので、まあ、ここの部分に関しても誘導通りやっていけば、うまいこと言ったんじゃないのかなと思います。ということでね、とりあえず分かったこと。P がここにある時の二等辺三角形を考えていくと、アルファが12分の 11π とかベータが12分の 19π の時には S イコール T イコール0になりますからねってことがここで確認できたわけですね。次の括弧の2番に行きましょう。引き続き括弧の2番見ていきましょう。今度は逆のバージョンを考えてるわけですね。 S イコール T イコール0になる時どうなりますかって言っていて、最後ですね、これまでの考察を振り返るとっていう風な流れに括弧の3番つながっていくんですけれども、結局は三角形 PQR が正三角形ならば S イコール T イコール0だってことを括弧の1番の前半の方でやったわけじゃないですか。で、今度は S イコール T イコール0やったらどうなるんかいなって話をしてるわけね。理想としてはこうですよね。理想としてはこうですよね。さあ見ていきましょうか。括弧の2番です。S イコール T イコール0の時を考えると、 S ってこれで T ってこれなわけだから、今これが0でこれが0の時だよって言ってるわけですね。さあこの場合、サインの2乗シータプラスコサイン2乗シータイコール1よりアルファとベータについて考えるとどうなりますか。要はこのサインの2乗プラスコサインの2乗シータね、サインの2乗シータとコサインの2乗シーターイコール1、こいつを用いるとって考えるわけだから、この式からコサインシーターイコールを作ろうと思ったら、これ移行すればいいですよね。これもサインに移行すればいいですよね。すなわちサイン2乗シーターっていうのは、こいつを移行してあげればマイナスサインアルファマイナスサインベータの2乗だし、ここもマイナスコサインアルファ、これ移行すればマイナスコサインアルファマイナス、コサインベータの2乗になって、これが1だっぺって言ってるわけさ。でそうすると暗算である程度いけるかな。いくよ、ちょっと頑張るよ。ちょっとね、不安な人は全部展開してくださいね。ただある程度ね、当たりをつけていきましょうよ。今ここサインアルファの2乗絶対出てきますよね、まあ、マイナス関係ないですからね。サインの2乗アルファが、サインの2乗アルファ出てくると、こっちもコサインの2乗アルファ出てきますよね。ってことはこいつとこいつでペヤングすれば1が絶対出てくるはずなんですよ。ですよね。さらにサインマイナスサインベータの2乗が出てくるし、マイナスコサインベータの2乗が出てくると、要はサイン2乗ベータとコサイン2乗ベータが出てくるから、ここでペヤングしてあげたらまた1が出てくるはずですよね。 OK。でさらに何が出てきます。これ2倍のこれかけるこれなので、2サインアルファサインベータが出てきます。こっちも2コサインアルファコサインベータが出てきますから、2でくくってあげればコサインアルファコサインベータプラス、サインアルファサインベータが出てきて、これが1だよねって言ってるわけね。でこれがここのコサインアルファコサインベータプラスサインアルファサインベータイコールノーハーヒーの部分なわけですよ。ですからここで計算をしていくと、まあ普通に11はキャンセルされて消えて、1を移行してマイナス12で割ってあげればこちらですね、コサインのアルファコサインのベータ、プラスサインアルファサインベータイコールマイナス1で2で割ってるからマイナス2分の1っていうのが出てくるので、ノーハー比の比がマイナス1、比が2っていうふうになるわけです。であると、なので、これで何が分かるのかって話なんですけれども、同様にとりあえずこの後話が続いていて、同様にシーターとアルファについて考えてみようぜって言ってるわけね。こっち行きます、こっち行きましょう。今度はシーターとアルファについて考えていくなわけですから、結局はコサインベータサインベータを残してこの2つを移行、この2つを移行っていうふうに考えてるだけなわけですよ。いいですか。そうすると全く同じような式が成り立っていくよね。ここがベータベータになってくれて、ここがシーターアルファシーターアルファっていうふうになるわけでしょ。だからシーターアルファシーターアルファってなっていくだけですよね、順番にね。ですからこれを元に考えていくと、同じようにコサインシータコサインアルファプラスサインシータサインアルファっていうのもマイナス2分の1だっちゃってなるわけですよ。
いいですか。これを元に考えて、シーター、アルファ、ベータの範囲に注意すると、ベータマイナスアルファとアルファマイナスシーターは、ホニャララ、パイという関係が得られますねって言ってるわけです。どういうことですかね。ここの部分って、下方定理をばらした式になってるわけですから、下方定理で戻してあげると、コサインアルファマイナスベータイコールマイナス2分の1と、こういうふうな状況になるはずですよね。わかりますか。要は逆を考えればわかるじゃない。コサインカッコアルファマイナスベータを下方定理で、ばらしたらどうなります。コスコスプラスのサインサインになるじゃないですか。っていうことを考えてるわけです。で、一応コサインアルファマイナスベータにしてもいいんですけれども、これベータマイナスアルファでも別にいいですよね。だってここの席ひっくり返してここの席ひっくり返せばいいだけの話じゃないですか。ですよね。ベータマイナスアルファにしたって問題ないわけです。なんでわざわざベータマイナスアルファにしたのかっていうと、ベータとアルファ、ベータの方が角度大きいわけじゃない。ここの角度が、正の値の方が考えやすいので、ベータマイナスアルファっていうふうに考えてます、っていうのと、ついでに言うと一番下の方を見るとさ、ベータマイナスアルファとアルファマイナスシータ、イコールホニャララっていうふうに書いてるわけですので、まあ、ベータマイナスアルファの方が見やすいでしょうね。はい、イコールマイナス2分の1っていうふうに考えていますよと。そうするとどういうことが言えるのかっていうと、これベータマイナスアルファとしてあり得るのは3分の 2π か3分の 4π しかあり得ないですよね。3分の 2π か3分の 4π しかあり得ない。大丈夫ですか。コサインがマイナス2分の1、コサインがマイナス2分の1なわけですから、3分の 2π か3分の 4π か3分の 2π か3分の 4π しかないわけですよね。全く同じ理屈で、ここもコサインのアルファマイナスシータを考えておくと、ここのアルファマイナスシータっていうのが3分の 2π か3分の 4π かしかないわけですよ。いいですか。そうするともう一度シータアルファベータの関係について考えていくと、まずシータっていうのはどうかこの辺に適当に取ったとしましょう。いいですか。アルファマイナスシータが3分の 4π ってことはどういうことですか。アルファマイナスシータが3分の 4π ってことは、この2つの角度の差が3分の 4π だってことですよね。だからシータイ、あ、アルファイコールに直してあげれば、これが3分の 4π だったら、アルファイコールシータプラス3分の 4π、 240度足しなさいって言ってるわけですよ。こっからさ、3分の 2π、 240度足してみ、まあまあファンキーだよ。この辺までいくのかな。240足すとこんな感じになるわけじゃないですか。で、そうするとどうなります。こっから、はい、こっちね、ベータマイナスアルファの差は3分の 2π か3分の 4π しかないわけですよ。で、もしベータ、これも同じで、ベータマイナスアルファが仮に3分の 2π でも3分の 4π でもいいんですけれども、こうだった場合、ベータっていうのはアルファにさらに120度足せって言ってるわけじゃないですか。こっから120足したら絶対 2π 超えますよね。Okay、つまり最初のこの段階で3分の 4π を選ぶはありえないわけです。3分の 2π しかありえないわけ。そうするとこっから3分の 2π 増やしたところに、よいしょと、アルファっていうのがやってくるよねと、P、Q か、 Q がここに来るよねと。じゃあベータっていうのはそのアルファに対してどうするですか。3分の 2π 足すか3分の 4π 足すかなんだけど、こっから3分の 4π 足したらやっぱりね、2π を超えてしまうわけです。ですから3分の 4π 足せないので3分の 2π しかありえないわけね。っていうのが1行でシータアルファベータの範囲に注意するとっていうところにまとめられてるわけですよ。つまりまとめると、どちらも3分の 4π ありえないので、アルファマイナスシータ、アルファとシータの差は3分の 2π だし、ベータマイナスアルファ、この差も3分の 2π だよねって言ってるわけね。ということは何が言えるんですか。こっから3分の 2π しか離れておらぬ、こっから3分の 2π しか離れておらぬ、ってことはこの三角形は正三角形ですよね。そうですよね。正三角形だから、正三角形、ここが120度、ここが120度になっているわけだから、当然ここも120度になるので、これ正三角形にしかならないわけでしょ。ということが言えるので、そのまま引き続き括弧の3番参りましょう。括弧の3番ですね。これまでの考察を振り返るとどういうことが言えますか。こっち戻りましょう。さっき書きましたけど、三角形 PQR が正三角形だった場合、 S イコール T イコール0が言えたわけですよ。だけど S イコール T イコール0だったならば、三角形 PQR が正三角形も言えたわけですよね。ということで、そうなるものはどれですかって考えていくと、0番が該当しますよね。三角形 PQR が正三角形ならば S イコール T イコール0であり、 S イコール T イコール0であるならば三角形 PQR が正三角形であるっていうふうに言ってますので、答え最終的には
0番というふうになるわけです。OK ですかね。はい。なので、ちょっと問題が長いので、10分ぐらい時間はかかっちまうのかな。10分もかかんないから7分ぐらいでできたらいいなっていうふうな感じはするんですけれども、ポイントとなるのは何なのかっていうと、やっぱりね、誘導しっかり読むっていうところと、計算しなくていいところは計算しない。これがやっぱりね、共通テストで時間内に終わらせて高得点を狙っていく、ポイントになってくるのかなと思いますので、しっかりと復習をしておいてほしいかなと思います。We'll be right back.